さあこの回も満塁のチャンスです、やっぱり打ちに来ましたね。そうですね、はい、安打数ランキングで見ますと島内がパリーグトップ112本の今シーズン、ここまでヒットを放ってますけれども、この島内が今シーズン113本目、ヒットを放ちました。いや、依然進化し続けている、その島内ですが、センターへのヒットです。最初のバッターボックスでヒットを放ちました。これで5試合連続ヒットということになりました、島内です。レフト方向に運んでいくのだ、落ちました、長打になる、島内はセカンドへ、ツーベースヒット、先頭のバッターの島内が出ました。打っていった左中間にボールが、いいボールが伸びていく、破っていきます、島内は二塁へ、センターからボールが中継に返ってくるだけ、ツーベースヒット。やはり好調の島内、上原からヒットを放ちました、ツーベースヒット。ストレートを左中間へ運んでいきました。真ん中より右中間にボールが飛んでいきます。ただライト落ち着かない、ボールが落ちました。島内は二塁へ、ツーベースヒット。アルカンタラ持っていきましたが、ボールが落ちました。グラブ少しかすりましたかね、あと一歩というところでした。少しね、詰まって芯じゃなかった分ね、最後に落ちました、打球が。でも今ね、本当センター方向、大きな当たりだ、センターバック落下点、ボールを掴んだ三塁ランナータッチアップ、これは余裕がある。2対1イーグルス勝ち越し。島内センターへの犠牲フライで8回の表イーグルスが1点を取りました。